どうも皆さんこんばんは。一週間ブリーフリーメイソン、石田くすぜやんです。本日は世界を騒がせている未来人、タイムマシンを用いて現代にやってきたと言われています。数多くの情報がある中で、今回は有力だと言われている未来人、ジョン・タイタン。海外に現れたこの野郎について一気に紹介していきたくすぜやん。オフ会で15回ぐらいやらされゲイの安売りたくすぜやん。OPKKK。ところどころさこばは深夜の放送部タッグです。お久しぶりですね。本日の都市伝説は未来人ジョン・タイタンについてね、皆さんと一緒に考えていけたらなと思います。いや誰がディスカバリーチャンネルやね言うてますね。はい、まあ、まず未来人の意味ね、みんな知ってると思いますが、昔の海外から日本に渡ってきた人のことですね。いやそれ渡来人は、まあ、意味はそのままです。まず未来人って何をしに来てんのかっていう話なんですが、まあ、一説によると過去に起きたことの調査ではないかとか言われています。まあ、それがドラクエ9ですね。満点将来あるだす。でその中でもいると言われている理由は写真への写り込みです。未来人は基本正体を見られるとまずいんですが、不意に写真に写ってしまうことがあるんですね。例えばこちら、これはサウスフォーク橋洪水後の復興現場で1940年に撮影されたものなんですが、この中央の男性をご覧ください。一人だけ T シャツにパーカーサングラス、マトリックスです。しかも手には小型のカメラのようなものを持っています。この時代では考えられない極めて最先端です。そして映像、こちら交通事故の瞬間を収めた監視カメラの映像なんですが、衝突の瞬間をスローで見てみると、はい、男性がやってきて一瞬で消えていますね。ちょっと合成臭いんですが、一時期話題になりました。そして現代でもかなり有力だと言われている人物、それがジョン・タイターです。詳細です。彼はアメリカの有名な掲示板に2000年頃現れた男です。まあ日本でいう2チャンネルです。そこで自分は2036年から来たと言い出し、今後起こることを未来人であるという証拠などをたくさん書き込みます。そして書き込みから4ヶ月後の2001年、任務を遂行したと言って消息を絶つことになります。その反響は非常に大きく、後に彼に関する本まで出ることになります。しかし彼の言う未来人は少し違います。まあこれ今知らない人がいると思うんで、ブッサイクなドヤ顔で話したいと思います。それが未来から戻ってくるのではなく、過去の時間の違う時空列にいるというものです。聞き慣れた言葉で言うとパラレルワールドのことですね。タラレバ一家じゃないですよ。はい、簡単に言うと時間は同じなんですが違う世界が存在しているということです。それが題材になった映画で言えばリアル鬼ごっこなんかもそうですよね。なので過去から未来に帰ろうとしても同じ世界の未来に行けるかはわからないし、難しいと彼は言っています。彼曰く瞬間移動、タイムスリップに一番必要なのは光の速度以上の速さだと回答しています。みんながね想像しているような乗り物ではなく、重力を操る装置を車に取り付けてスリップするそうです。その設計図がこちら。この左端の方をよく見てみると何のこっちゃわかりません。はい、ただ確かに今福岡から東京まで2秒ぐらいで移動できれば瞬間移動になりますよね。それが 0.00001 ぐらいの速さになった時、時空が変わり行き来できるようになるそうです。そして彼は違う世界の未来人なので予言はできませんが、同じようなことが違う世界でも同時に起こりうる可能性があると言っています。そして彼はこんなことを言います。2015年、ロシア連邦が反乱部隊の援助という名目でアメリカ、中国、ヨーロッパの主要都市に核爆弾を投下。アメリカが反撃し核戦争になり、第3次世界大戦へと発展する。その後アメリカの外交権麻痺に乗じて中華人民共和国が覇権主義を強化、台湾、日本、韓国を強引に合併する。後にオーストラリアが中国を撃退するが、ロシアの攻撃により反壊滅状態になる。ヨーロッパ諸国もロシアによりほぼ壊滅するも、アメリカが撃退しロシア連邦が崩壊すると。これは2015年段階の彼の世界で起きたことなんですが、こんなに早い段階からここまで世界情勢を表しているのは彼ぐらいじゃないかなと思います。出てくる国の関係の悪化だったりね。そして今2018年現在、こうなっても不思議ではない箇所がいくつかありますよね。なのでもし彼の言う時空が存在しており戦争が起きているとすれば、もうすぐこちらの世界でも何か起こるのかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第、タイタンです。はい、というわけでジョン・タイタンね、まあ本当かどうかわからないんですけど、夢のある話ではないかなと思います。本日は以上でございます。ああ、席で締めるの忘れた。ぜーあん、おやすみなさい。